では、えっと、よろしくお願いします。えっと、アドテックにおける AIML 活用っていったタイトルになります。で、えっと、前編と後編になりまして、えっと、前編の方ですね、私の方からお届けしようかなと思っております。えで,ですね、簡単に自己紹介させてください。えっと、こうと申します。 2002年に来日しまして、SIA とかデータセンター事業者とか、それからアドテック系の企業で数年間働いて、それから AWS にジョインしたような経歴となります。どうぞよろしくお願いいたします。でですね、こちらのセッションではですね、まず最初に AIM 系のサービスを簡単にちょっと下つほど。 紹介したいと思いますで後半ですね、海外の事例を2つ紹介しますが、ここに登場するサービスを前半でちょっと紹介するような形となります。はい、では早速本題に入りたいと思いますが、皆さん、サービスに AIML を取り入れていますでしょうか はい。そうですね。今や、えっと、m l はもうデジタル広告の中核的なビジネス手段になりました。え、オーディエンスターゲティング分野での分析と改善だったり、CTR、CVR の評価、クリックボットの検出とか、え、それからですね、それぞれのユーザーにカスタマイズした広告の提供だったり、音声、テキストチャット、チャットボットとか、そういったものですね、え、アドテック協会でのマシンラーニングの利用が、え、日々増えているような、え、現状であります。 そしてですね、ML ワークロードを AWS で実行することで多くのメリットが得られます。データサイエンティスト向け、開発者向けのサービス、ソリューションが最も充実していますし、ML でよく使われる主な3つのフレームワークもすべてサポートしています。政治メーカーを使っていただくことで、機械学習のワークロードを1つの ID で操作、コントロールできますし、ラベリング作業とかトレーニング作業などで大きくコストを下げることができます。 またですね優れたコンピュート、ストレージ、データベース、分析機能、そういったサービス群を提供していますので、クラウド上の TensorFlow プロジェクトの85%は AWS で実行されるなど、AWS はこう最も成熟した包括的なプラットフォームを提供しているからです。そして現在、AWS ではですねこのようなミッションを抱えていまして、すべてのデベロッパーに機械学習を届ける。 というのを我々のミッションとして掲げております。で機械学習を簡素化して、すべての開発者がインテリジェントなアプリケーションを簡単に構築できるようにしようとしています。その代表的なサービスの一つがですね、Amazon r e c o g n i t i o n になります。Amazon r e c o g n i t i o n は顔の検出と分析、有名人の認識、物体の検出、ンの検出、 活動の検出、動線の検出、テキストの検出などなど複数の機能を提供していまして、マシンラーニングの深い知識がなくてもですね、画像ファイルを用意して、リコグニーションの API を呼びただ呼び出せればですね、簡単にこれらの機能をアプリケーションに組み込むことができます。アドテックでの利用例でしますと、例えばですね、大規模な画像の分類、写真の仕分け、あと画像のトリミングとか、 広告を画像に重ねた際に人間の顔を避けるような処理とか、それからですね、写真に写っているユーザーのカテゴリー分類、感情の推定ですね、さらにですね、広告の入稿時の画像ですね、例えばヌード写真とか、水着とか、暴力とか、薬とか、そういったポリシー違反の写真がないかなどのですね、入国画像の自動審査といったところにも使うことができます。 そしてですね、静止画と同様な機能をビデオに対して行うこともできまして、Amazon Recognition Video を利用すればですね、6月見の MP4、MOV ファイル、そしてですね、リアルタイムの映像データも、Kinesis Video Stream に流していただければですね、リアルタイムに人物を特定したり、物体を検出したりすることが可能です。 はい。それから、実際にデータサイエンティストの方々が自分たちでモデルを作成して、機械学習を行いたい、といった真相学習を行いたいとか、そういった場合にはですね、Amazon 政治メーカーというサービスを使います。 こちらはですね、政治メーカーの製品群をまとめたものになりますが、準備段階からビルド、トレーニング、チューニング、デプロイ、そしてマネジメントまでですね、すべてをですね、政治メーカースタジオの ID1 つで、ワンソリューションで全てコントロールすることができるようになっています。 機械学習の準備段階のアノテーションとかラベリング作業も簡単にできますし、ビルトインのアルゴリズム、モデルを利用してですね、指定したインスタンスタイプ、指定したインスタンスの数を起動して学習を行って、学習が終わるとインスタンスが自動的に停止するようなフローもですね、数行のコードを書いていただくとですね、簡単に実現することができます。 本番環境へのデプロイもですね、数行のコードを書いていただくとですね、推論用の API が生成されてホスティングされます。モデルの監視とか、本番環境のスケーリングなども行ってくれるようになっています。他にもですね、デバッグするための機能とか、可視化してトラッキング、比較するための機能など、多くの機能が追加されています。AIML 系のサービスをまとめるとね、このようなになります。一番上。 AI サービス。こちらは、機械学習の深い知識がない開発者でも簡単に機械学習を利用できるようなサービスとなっております。先ほど紹介したリコグニッション以外にもです、ね、音声系、テキスト系、レックスのようなもチャットボットとか、Amazon パーソナライズとか、時系列予測のフォーキャスト、不正検知サービスとか、コードレビューサービスとか、他にもたくさんあります。そして、真ん中層ですね、ML サービス。 こちらはデータサイエンティストたちが簡単にインフラを操り、機械学習のプロセスを効率化するための政治メーカーのサービス群になります。そして、この ML サービスを支えるフレームワークとインフラストラクチャとして、代表的なフレームワークと CPU、GPU、インスタンスなど、豊富なインフラストラクチャを提供しています。はい。それではですね、ここからですね、お待ちかねの海外事例について紹介させていただきたいと思います。 まず1つ目ですね、スマートというグローバルで広告プラットフォームを提供している会社の事例になります。スマートはですね、リアルタイム入札、リアルタイムピッティングですね、RTB のシステムにおいて、RTB のトラフィックフィルタリングサービスを開発して、アウトバウンドのネットワークトラフィックのコストを75%削減したというような事例になります。 でこのトラフィックフィルタリングサービスの開発にはです、ね、Amazon 政治メーカーと AmazonEMR を利用して開発されました。で機械各種を利用して、特定の広告リクエストに関心を持つパートナー、つまり DSP を効果的に予測して、その特定のサブセットにのみリクエストを送信するようにした事例になります。真ん中のこの Core Auction プラットフォームがスマートになります。 RTP の場合、ご存知の方も多いと思いますが、エンドユーザーからの広告リクエストは、このコアオークションプラットフォームを経由して複数の DSP に送られて、その DSP がそれぞれ入札を行って、どの DSP の広告を配信するかのオークション勝利が発生します。 ですが実、実際にこの DSP のオークション、すべての DSP がですね、オークションに参加しているわけではなくてですね、DSP はユーザーの属性情報とか、広告枠の情報とかを見てですね、オークションに参加するかしないかを決めています。ですので、その DSP がオークションに参加しない場合ですね、そこ、その DSP に送ったトラフィックは価値を生まないリクエストになってしまいますと。 はい。そして実際にはですね、ほとんどの RTB リクエストはですね、オークションに参加していないにもかかわらず、CPU リソース、ネットワークリソースを消費しているような背景がありました。そこでですね、スマートはトラフィックフィルタリングサービスを開発して、広告リクエストが発生したときに、まずトラフィックフィルタリングサービスにリクエストを行って、RTB を行うかどうかを判断して、RTB を行う というふうに判断された場合ですね、どの DSP が入札してくれるかを予測して、該当する DSP だけにリクエストを送るようにしました。このようにですね、トラフィックフィルタリングサービスをこう経由することで、ネットワークトラフィックを一部の入札してくれると予想される DSP に限定したような事例になります。その効果としてですね、1日に200から300ドル以上のコスト削減につながったとしています。 はいえと簡略化されたですねデータフローのアーキテクチャがこのようになっていまして、まずですねコアオークションプラットフォームから始まって、ここではですね受け取るすべての広告リクエストに対して複数のイベントを生成します。そして、この生成されたイベントはデータパイプラインに送られて、パイプラインからセッションデータセットを生成します。これれでデータレイクが生成されて この生成されたデータセットはモデルのビルディングに利用されて定期的に学習が行われ ML モデルが生成されますそしてこのトラフィックフィルタリングサービスが定期的にモデルをロードしてコアオークションプラットフォームから参照されるといったような形となりますでこれらの機能はですねそれぞれ EC2ECSS3 と KinesisEMR と政治メーカーなどのサービスを利用して構築されています はい。えっと、より詳細なですね、ML パイプラインの処理はこのようになっていましてですね、データが1時間で 500GB で、1日で1 2テラ というふうにあるので、データセットを作成、トレーニングする部分は Spark で行って、マシンラーニングの部分、ML の部分ですね、TensorFlow を選択したような形となります。Spark と TensorFlow はです、ね、Amazon の EMR と Amazon 政治メーカーを利用することで、簡単にです、ね、コンフィグを変えるとです、ね、コンピューターリソースを簡単にスケールしたり、CPU から GPU、インスタンスを変更したりするできるようにしています。 はい。結果としてですね、このトラフィックフィルタリングサービスを構築したことで、従来のルールベースのフィルタリングと比較して15%ほどブロックできるセッションが増えて、ルールの更新,更新の手間もなくなって、本来不必要だったですね、アウトバウンドネットワークの料金を75%削減したということができましたと。で、この削減した金額はですね、トラフィックフィルタリング サービスの機能追加にかかったコストを上回って、結果的に追加のコストがなしにですね、新しい機能を追加したというような形となりました。またですね、この新,新しい機能を追加したことによるこう収益に悪影響は及ぼしていないとしています。またですね、エンジニアリングの面ではですね、開発スピードがアップして、マシンラーニングのエンジニアの参入障壁を下げるとか、 合理化された開発のワークフローができたとしています。詳細はですね、ブログとか YouTube とかにもありますので、興味ある方は YouTube とかを見てみると良いかなと思います。細かいですね、機械学習のところの処理のどのように行ったとか、そういった説明も入っています。はい。そしてもう一つですね、動画広告の事例になります。トリプルリフト。 いう会社です、ね、トリプルリフトは a m アマゾン政治メーカーと a m Amazon リコグニーションを利用して動画内で広告枠として利用可能な領域を見つけてその動画にシームレスに融合できるこれまでにないです、ね、新しいタイプの広告フォーマットを作り出したというような事例になります、はい、動画ですので,です、ね、まずちょっと広告を見てみましょうと。はい でですね、えっと、YouTube とか、トリプルリフトのホームページとかもありますので、今日はちょっとトリプルリフトのホームページを見てみたいと思います。はい。こちらがトリプルリフトのホームページで、まあ、プロモーションの動画があるんですけども、ちょっと大きくしますね。はい。えっ、ー、と、動画内のある部分が変わっていくような、 形です。これは分かりやすいですね。後ろのカラスに貼っているポスターが変わってるとか、ね。あと、電車内の後ろに貼っているポスターが変わるとか。後ろの看板の文字ですね。が現れたりとか、ね。はい。こういった形をとっています。 で、えーと、動画に広告を挿入するまでですね、トリプルリフトでは三つのステップを踏んでいます。えー、まず一つ目ですね、コンテンツアナリシスと書いてありますが、えーと、動画を分析して、どのシーンに、どの場所に広告を入れるか。 というの分析ですねそして、第2ステップとしては、VFX とか CG などを利用して、デザイナーが動画を加工したり、もしくは音楽を加工したりですね。それからですね、もしくはですね、あのプログラマティックに、動画を、何でしょう、広告を挿入できるように加工するようなステップです。第3ステップは、サーバーサイドアドインサーションとありますが、ね、サーバーサイドで直接広告を挿入するようなステップになります。 でまず、このえっと第一ステップの動画を分析して、どこに広告を挿入するかというところなんですけども、そのアーキテクチャ図がこのようになっています。 で一番上の左ですね、広告主が S3 に動画ファイルをアップロードしますと、ラムダが取り出されて EC2 にある OTT ですね、オーバーザ e トップのアプリケーションを呼び出しますと。で、この EC2 インスタンスはラムダ関数からビデオの情報をもらって、AmazonRecognition、この上の青いアイコンですね、AmazonRecognition のショートディテクション API を呼び出して、ビデオを何個 かのショットに分割できるかをここで分析します。そして広告主が避けたいショットがないかを分析します。で分析した通りビデオを分割して各ショットに対してリコグニーションを利用して銃とか暴力とかそういったブランドの広告主が避けたいものがないかを分析します。そしてですね Amazon 政治メーカーを使用してビデオのセグメンテーション 1>, 1個の平面ですね、画像とかを分析して、製品やブランドの挿入をしたい、広告の枠ですね、そういったを選択するカスタムモデルを実行しています。で、分割分析が終わったファイルは S3 に出力されます。 で、またですね、この政治メーカーの分析と並行してですね、一部のビデオは SQS ラムダを経由して、もう一回ですね、リコグニーションの API を叩いてですね、分類とか検出とか顔認識とか、あとコンテクスト情報の追加とか、そういったポイントについて画像を分析しています。 でこのように政治メーカーとリコニー国認証の分析結果はすべて S3 と,と AmazonDocumentDB に保存されるようになって、皇族の処理で使われるような形となりますと。 はい。そしてですね、最終的に動画のコンテンツに広告主のブランドイメージを差し込むことが、えっとプログ、プログラマティックにできるようになって、サーバーサイドで広告を挿入することができるように状態になって、このようにですね、同じシーンに対して、ジュースだったり、お茶だったり、複数の商品の広告画像を挿入することができるようになります。 で最後のステップはですね、サーバーサイドで広告を挿入する部分なんですけども、SSAI という部分なんですけども、ここにはですね、Amazon Elemental Media Tailor というサービスを利用されています。Amazon Elemental Media Tailor を使用すると、動画に対して、ブロードキャストレベルのサービス品質を維持しつつですね、動画ストリームにターゲット広告を個別に挿入できます。 またですね、レポートを自動的に生成する機能もついているので、広告のですね、インプレッションや視聴者の行動の正確な測定なども行うことができるようなサービスとなっております。ではですね、もう一回ですね、ビデオを分析する過程をこうイメージ こうしたこうイメージとして表現した動画がありますので、こちらも見てみたいと思います。こちらはですね、昨年のリインベントの発表時の動画になります。はいはい、先ほどの電車の 画面になるんですけども、はい。そこでどの部分に広告を入れることができるのかを分析しているような形ですね。はい。そして広告を複数種類を、ま、プログラマティックにこう置き換えるみたいなイメージになります。こちらも同じですね。なかったところに商品を置いたような形になります。はい、う。ん それではですね、スライドに戻りまして、結果的になりますね。トリプルリフトはですね、ビジネス的にこう新しい市場を開拓して、これまでにない新しいタイプの広告フォーマットを発明することができたとしています。少人数で動画をですねより高速に処理できるようにもなったし、意味のあるですね広告は以前より迅速に提供できるようになりました。 そしてですね AWS を使用することで、コンテンツ分析のワークフローの構築とかデプロイ、維持する際の柔軟性、制御の利便性が得られたというようなありがたいお言葉もいただきました。詳細ですね、トリプルリフトの詳細も先ほどのビデオとかも YouTube に上がっていますので、興味あればぜひ見てみてください。いまとめになりますですね。 に、えっと、登場した2つの AI m l 系のサービスの紹介とともにですね、RTB におけるトラフィックフィルタリングサービスを構築した事例と、動画内にシームレスに広告を挿入した事例を紹介しました。はい。ご清聴ありがとうございました。